FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は3時を回りました。この時間は 79.7MHz FM ギノワンよりサザンブリーズをお届けします。月曜日の担当は FM ギノワンスタッフの今西めぐみがお届けします。この後4時までお付き合いください。よろしくお願いします。さあ、今日はですね、ずっと曇りで、先ほどまで雨が降っていてね、どんよりしたお天気ですね。でもなんか気温が上がっていて、今日はちょっとあったかいなっていう感じなんですけども、皆さん体調崩されていませんか？全国的に今日はちょっとあったかいのかな。週末ね、土曜日かな、土曜日すごいいい天気だったじゃないですか。私は日本一早いひまわり畑に行ってきました。北中城なんでね、すぐお隣なので行ってきたんですけど、大きいひまわりじゃなくて背丈が小さいひまわりなんですけどね、もう多分何千と咲いてたんじゃないですかね。もう一面ひまわりでめっちゃ可愛かったです。黄色いお花がたくさん咲いててすごい可愛かったですよ。で、沖縄はね、お花が咲くのがちょっと早かったりとかして、もう桜祭りやってますよね。実は、大阪の方から友達が来まして、明日ちょっと桜を見に行こうかなってお話をしてるんですが、沖縄の皆さんも桜見に行かれましたか？どうでしょう。名護の方に行こうかなと思ってるんですけど、名護の方、どうでしょう、南部咲きぐらいなんですかね。たまにね、Facebook で流れてくるのを見ると、どこだったかな、泣き人とかまだ二分咲きって昨日書いてたような気がするんですが、そんな桜情報も知っていれば皆さん教えてくださいね。さあさあ、それでね、明日名護の方に行くっていうことなんですが、先週の金曜日のニュースで、名護市で宝くじの1億円が2本出たっていうニュースありましたよね。年末ジャンボミニ、名護市でね、2本も1億円出たらしいんですよ。すごくないですか？皆さん1億円あったら何します？ということで、今日のテーマは1億円あったらどうするでお届けしたいと思います。今日もメールメッセージお待ちしております。メールアドレスは 797@fmginowan.com、 数字の 797@fmginowan.com です。FM ギノワンは電波の他にも、ツイキャス、ユーストリーム、そしてサイマル放送でもお楽しみいただけます。パソコンからお聞きの方は FM ギノワンのホームページからリスンラジオで再生をクリック、スマホからは無料のリスラジというアプリでお聞きいただけますので、ぜひそちらもお楽しみください。さあ、それでは今日1曲目お届けしましょう。サチモスの新曲です。アルバムがね、出てかなりたくさんの曲が入ってるんですけども、その中の1曲をお届けしたいと思います。サチモスで AGIT。ありがとうございます。みやちゃんさん、こんにちは。
小田井さん、ハローハロー、ありがとうございます。こちらかっちゃんさん、はい、ドリームタンコンチッス、まだ名前変わってますね。こちらかっちゃん、こちらかっちゃんはまだたこ焼きドライコンなんですか。くまさん、かわいい。今年はそれでいく感じですか。1億円あったらどうするっていうテーマでお送りします。画面が固まってる気がする。あ、復活。大丈夫でしょうか。戻ってきた。中キャスの調子がおかしい。では CF に行きます。大丈夫ですか？なんかさっき固まっちゃって、なんかコインをいただいたのに申し訳ないですね。
って言ってるので、メッセージ、メールお待ちしてます。ツイキャスの皆さんはツイッター連動してるので、コメントお待ちしてます。時刻は3時12分を回りました。この時間はお天気と道路交通情報をお伝えします。まず本日のお天気から。本日30日、北の風強く雨、昼過ぎから曇り、波は 2.5 メートル後4メートルの予報です。この後の降水確率は、18時までが 40%、 18時から24時までが 20% の予報です。日中の最高気温は25度となっております。明日31日火曜日、北東の風はじめ強く曇り、波は4メートル後 2.5 メートル、うねりを伴う予報です。降水確率は1日中 20% の予報となっております。朝の最低気温は16度、日中の最高気温は20度です。沖縄本島地方では、31日明け方まで北または北東の強風に注意してください。沿岸の地域では波が高く、久米島は30日昼過ぎから、本島中南部、本島北部では30日夕方からしける見込みです。高波にご注意ください。続いて道路交通情報をお伝えします。まず沖縄自動車道、下り、山里バスストップあたり、こちら故障車が止まっております。運転されている方は前方に注意して運転してください。また、上り、宜野座インターチェンジから金インターチェンジ間、こちらは工事をしておりますので、一部道路が規制となっております。また、谷川インターチェンジから石川インターチェンジまで上り、こちらも追い越し車線が工事のため規制になっています。沖縄北インターチェンジから石川インターチェンジまで下り、工事のため一部規制となっております。豊見城インターチェンジから、西原ジャンクションまで、こちら除草作業のため一車線規制となっております。続いて宜野湾市内の道路交通情報です。現在、58号線の大蛇名から伊佐に向けて、大山小学校付近ですね、伊佐交差点の間まで設備工事のため一車線規制となっており、渋滞が発生しております。また34号線前原から大蛇名にかけて長い渋滞が発生しております。また公営交差点付近、そしてガネコ交差点付近、こちらも短い渋滞が発生しております。ところにより雨が降っていますので滑りやすくなっています。運転には十分注意してお出かけください。
以上、お天気と道路交通情報をお伝えしました。それでは一曲お届けします。ラッキーキリマンジャロでバーニングフライデーナイト。これは本当に放送しています。沖縄県宜野湾市にあります FM 宜野湾のラジオ放送をツイキャスでも、全国全世界に配信しています。そうなんです、ラジオなんですがツイキャスもやっています。オリオンビールかけますね。ツーキャスでは聞こえないんで、よかったらリスラジの方でお聞きください。始まりはいつもあるね。今日あるんですね。ということで、沖縄でね、しかも名護市でね、2本も出たんですよ、1億円が。皆さん1億円あったら何しますか？ガッチャンさん、仕事サボって買い物しながら聞いてる。仕事サボってるんですか？買い物、しかも買い物しながらね、器用ですね、買い物しながら物色しながらツイキャスも聞きつつ、コメントもしつつ、曲が書けまして、紹介していきますね。はい、お届けしたのはラッキーキリマンジャロでした。若手バンドですね、最近注目しております。さてさて、今日のですねテーマは1億円あったらどうするっていうテーマでお届けしております。先週名護の方で1億円が2本も出たということで、すごいですよね。当たった方どうしたんだろう、それその後どうしたかっていうのってね、聞きたいですよね、その当たった方に。でも名前がバレちゃうと、その人にね、おごってとかせがむ人がいっぱい集まっちゃうと思うんで、
それは大変です。さて、ツイキャスの方たくさんコメントいただいております。ありがとうございます。TO さんは初見さんかな？ありがとうございます。FM ギノワンから、ラジオの放送をツイキャスの方でも配信しております。そして1億円あったら何に使う？ということなんですが、1億円当たったら児童福祉に寄付します。当たったものは自分で使うと不幸になるっていうコメントをいただいてます。ですよね。なんか1億円当たったらなんか自分で使っちゃうと、ねえ、そこでもう運を全部使い果たしてしまうというか、不幸になってしまうみたいな。同じ怖くて使えないですよね。ねえ。そして、かっちゃんさん、当たった当選金、通帳に残してる？え、当たったことあるんですか？そう、いくら当たったんだろう。教えてください。さあ、メールもたくさんいただいてます。まずこの方、メグハロハロ、チュエコザイル出すよ。元部の八重岳の桜は、7から7分咲きだよ。先週土曜日にミュージックシャワーの公開放送が八重岳であったので見てきたさ。そうか、もう4部から7部咲いてるんだ。あ、写真をね、添付してくださってます、メールに。あー、なるほど。ちっちゃいお花が、これは、そうだな。5部よりちょっと、6部、7部ぐらい咲いてる感じかな。綺麗ですよね。なんか、内地の桜とは色が違って、ピンクが濃いんですよね。沖縄の桜。私はこっちに移住してきて、初めての桜なので、沖縄の桜ね。ちょっと楽しみです。明日ちょっと見に行ってみようと思います。さて、そして、テーマは1億円あったら、まず、借金全部返して、大型バイクの免許取って、大型バイク買って、ツーリング。いいですね。あと、家を建てて、残りはとりあえず、貯金しといて考える。以上ですが、何か。じゃあ、後からや、といただきました。ありがとうございます。写真も送っていただいて、楽しそうな写真ですね。とりあえず、大型バイク、それから家建てて、残りは貯金しといて、後から使う。エコさん、おごってくださいよ。みんなにおごる、忘れてませんか。そうなんだ。いいですね、大型バイク。大型バイクの免許は持ってなかったんですね。トラックとか運転してるから、なんかバイクも持ってるようなイメージでした。家建てるっていいですよね。そうだな、沖縄なんで海が見えるとことかにね、家を建てるとかどうでしょうか。家を建てて、しかもそれを民泊にしてまた儲けてみたいな、どうでしょうか。エコさん、メッセージありがとうございます。さあ、ツイキャスの方にもコメントいただいてます。沖縄の人って海で遊ばないって本当ですか？ああ、地元の人はね、海で遊ばないんですよ。海のそばでバーベキューをするっていうね。バーベキューパーティーですよ。みんなあんまり泳がないみたいです。でも海が好きな人は、ダイビングでね、中に潜って、潜りに行ったりとか、あとサップしたりとか、で、遊ぶ人は遊ぶみたいですけど、普通に泳ぎに行くことはあんまりないみたいです。でね、海綺麗なのにっていうコメントいただきました。なんかね、綺麗なやつもね、見てたら慣れてくるというか、沖縄で生まれた人は特にでしょうね。もう海が綺麗なのが当たり前になってるんですよね。ね、そんなことないですよね、本州の方では。私は大阪生まれなんですが、もうね、大阪湾なんか汚いですよ。もうそんなん考えたらもう全然透明度が違う。もう水色の綺麗な海なんでね、ありがたいなと思いますね。さて、話がそれましたが、今日はですね、1億円だったらどうするっていうテーマでお届けしております。また後半で
メールを紹介したいと思います。それではここで一曲お届けしましょう。先ほどエコザイルさんから、リクエストをいただいておりました。アスカで始まりはいつも雨。職場でもなんか大阪弁がなんでやねんとかも言っていますもんね。なんかもう身近ですよね、大阪弁は。芸人さんとかね、よくテレビで喋ってます。さあ、このアクトはコーナーに久しぶりに行きたいと思います。計画はなくなりました。そうなんですよ。ちょうどね、スタジオから見えるんですけど、スタジオの横がちょうど西普天間の一部返還された基地だったので、今もう更地になっているというか工事中なんですけど、ここに来るはずだったのが病院が建つことになります。飯田病院の取り組みです。でもここの景色が塞がれちゃったらどうしようっていうのが心配なんですが、ちょっと小高い山の上に立ってまして、窓からはもう綺麗な海が一望できるところに立ってるんですが、ここに病院がドーンと立っちゃうと見えなくなるのかな。どうだろう。まだね、なんか8年から10年ぐらいの計画らしいので、そんなにすぐはできないらしいです。基地が返還されても8年から10年かかるんですよね、ちゃんと施設が稼働するまで。
さあ、時刻は3時30分を回りました。今日はですね、久しぶりに私のランキングのコーナーがあります。今日はですね、ランキングを紹介したいと思います。このコーナーは私、今西めぐみが気になった巷のランキングをご紹介するコーナーです。今日のランキングは、なりたい顔ランキング。ということで、去年の年末にね、発表された女性が選ぶなりたい顔ランキング、そして男性が選ぶ顔のランキングあるんですけども、さあ、皆さんはどんな顔になりたいんですか？なんかこの人の顔が憧れるなっていうのはあると思うんですけども、男性なら誰でしょう？女性なら誰でしょうか？まず女性のですね、ランキングをご紹介しましょう。これは、500名にアンケートしたということで、10代から50代の女性全国で調査をしました。オリコンランキングになってます。まずさらっと紹介しましょう。第10位、井川遥さん。井川さん40歳なんですね。もう肌がツヤツヤ、井川さん。そして第9位、宮崎あおいちゃん。あおいちゃんももう31になりましたか。31歳。第8位、佐々木のぞみさん。そして第7位、有村架純さん。第6位、桐谷美玲さん。第5位、深田恭子さん。第4位、綾瀬はるかさん。第3位、新垣結衣さん。そして第2位、北川景子さんというランキングになりました。やっぱり女優さんが多いんですよね。なんか、そっか、なりたい顔ランキングだからどのジャンルでもいいはずなのに、モデルさん、モデルさんがあんまりいない。佐々木希ちゃんはモデルさんだったか、もともとですよね。でもね、一番若い人で何歳？有村架純ちゃんか。そっか、CM とかね、よく最近出てますしね。ドラマも出てますしね。23歳の有村架純ちゃんから40歳の井川遥さんまで入ってますよ。皆さん綺麗な人ばっかり。この中で言うと、そうだな、私はガッキーみたいな感じになりたかったです。なりたい顔といえば。ガッキー、去年ね、流行りましたよね。逃げ恥。もうめっちゃ可愛くて、毎週、2回ずつ見てました。録画したやつを、もう1回見るっていう。おかわり放送で見るっていう。めっちゃ見てました。ゆりえに負けないぐらい見てましたね。そうなんです。ガッキーみたいな顔になりたかった、私は。そのガッキーは3位でした。さあ、第1位は誰だったでしょうか。第1位は石原さとみさんです。去年2位から1位になったということで、みんな石原さとみちゃん好きですよね。唇がセクシーというかね、なんか性格も可愛らしいですよね。女優さんもなんかすごくまっすぐ演技されてるような気がします。私はね、とっても可愛いんですけど、石原さとみさん、男性の方も好きですよね。石原さとみちゃん、ああいう顔の彼女が欲しいっていうのをよく聞きますが、やっぱり女性が選ぶなりたい顔ランキングでも石原さとみさんが1位でした。さあ、続いてなりたい顔ランキングの男性編いきましょう。男性の第10位は山崎賢人さん。22歳、イケメンですよね、若い。第9位、桜井翔さん。あ、アイドルが入ってくるんだ。第8位、玉木宏さん。そして第7位、福士蒼汰さん。あら、福士蒼汰さんは去年2位からの大転落、7位になりました。そうなんだ、ちょっと順位が変わったんですね。そして第6位は妻夫木聡さん。そして第5位は木村拓哉さん。
まだまだ入ってるキムタク。そして第4位は向井理さん。第3位は佐藤健さん。そして第2位は竹野内豊さん。なるほど。これも幅広いですよね。第2位の竹野内さんが46歳ですよ、もう。あの46歳めっちゃかっこよくないですか？なんか、大人の色気。そして山崎賢人さんは22歳。最近ね、ドラマでも映画でもよく出てますよね、山崎賢人くん。なんか最近毎日見てるような気がします。ね、そして、このね、ランキングなんですけども、実は、福山雅治さん入ってないんですけど、2014年の段階で、このランキング、もう5連覇達成したので、殿堂入りしたということなんで。すごいですね。みんななりたい顔は福山雅治なんだ。でも、今回初登場1位になった男性の方、発表しましょう。1位は、ディーン・フジオカさんでした。ディーン・フジオカさん。朝ドラに出てからもうかなり人気になりましたよね。海外で活躍されていたっていうことで、もともとね。で、日本でも活躍、大活躍ですよね。で、さっき、何歳なのかなと思って、ウィキペディアとか、いろいろ調べたんですけど、実は36歳で、しかも誕生日、なんと、8月19日、私と一緒でした。知らなかった。同じ誕生日の芸能人あんまりいてないなと思ったら、今度から言えますね。ディーン・フジオカです。何のこっちゃっていうことなんですが。でもね、ダンディな方がたくさん入ってますね。で、これがですね、10代から50代の男性にアンケートしたっていうことなんですが、この中でもですね、40代部門っていうのがありまして、40代の男性が選ぶかっこいい、なりたい顔っていうのが、第3位が竹野内豊さん。さっきもね、入ってましたね、2位に。そして、2位が福山雅治さん。そして、第1位が西島秀俊さん。西島さんね、かっこいいですよね。西島さんの顔、塩顔イケメン。西島さんの顔はとっても素敵だと思います。結構タイプな感じで。はい。で、今40代のランキングをご紹介したんですが、10代のかっこいいと思ってるランキングっていうのもあるんですよ。10代はね、もう全然違いました。10代の第3位が福士蒼汰さん。第2位が山崎賢人さん。そして第1位が菅田将暉さんなんですよ。ここが違う。鬼ちゃんですよね。10代はやっぱり菅田将暉さん入ってくるなと思ってたんですけど、やっぱり10代から50代までのアンケートには入ってなかったけど、今の若い世代、10代が選ぶのは菅田さんなんですよね。今本当に大人気。映画の、何だったっけ？グリーンの映画？ね、あれにも出てるっていうことで、私のお母さんも見たいということで、昨日 LINE がありました。ハマりそうらしいです。お母さんの年代からも大人気。だけど、同性が選ぶランキングとしては、10代のランキングで1位。ということでした。皆さん、生まれ変わったらどんな顔になりたいですか？ねえ、だんだんとこういうふうにランキングに出てくる方たちの名前が毎年変わるんですけども、やっぱりその年に活躍されたドラマで活躍された方かな、俳優さん、女優さんが目立つなと思いました。今日はそんな
なりたい顔ランキングをお届けしました。シクルスさん、こんにちは。朝から雨ですね。あ、メールありがとうございます。確認します。晴れてませんでしたか？朝めっちゃいい天気だったのに。お昼12時ぐらいからだいぶ降ってきましたね。全然なんか雨が止みそうにない。関西から友達が来てるんですがね、今日はすごいお天気、なんか風が強いんで雨が横殴りになってますね。かわいそうに。
時刻は3時45分を回りました。この時間は FM ギノワンよりサザンブリーズをお届けしております。さてこの時間は FM ギノワンよりお知らせをいくつかさせていただきます。まず今週末2月4日5日は、ギノワンの生涯学習フェスティバル2017が開催されます。舞台発表、体験、作品の展示会などが行われます。会場はギノワン市民会館、そして中央公民館で行われます。お問い合わせは生涯学習課8934433までお問い合わせください。続いて沖縄県認知症行方不明者家族の会事務局よりイベント情報のお知らせです。2月5日日曜日、島言葉創作演劇就活昭和マンブリー物語2017を開催いたします。今回の舞台では第6回世界のウチナンチュ大会島言葉語やびら世界大会を盛り上げた沖縄ハンズオンユースクラブが、無縁社会を生きる家族難民をテーマに、今後の地域での介護のあり方や見守りのあり方の必要性を演じていきます。日時が、29年2月5日日曜日、会場が13時30分、開演が14時、そして終演が16時の予定です。場所は浦添市社会福祉協議会3階の大研究室です。入場は無料となっております。ぜひ皆さんお越しください。さあそして、先週のですねリスナープレゼントの当選者を発表したいと思います。那覇港からのクルーズ船でおなじみのウエストマリンさんよりリスナーの皆様にクルーズチケットのプレゼントをいただいております。先週27日締め切りで、ご応募募集をしておりました。さあこちらの当選者、まずオルカ号ですがココットさんに当選しました。おめでとうございます。そして、ディナークルーズモビーディック号が当選されたのはドミニクさん、おめでとうございます。さあ、こちら当たりましたお二方は FM ギノワンの方に直接、取りに来ていただければと思いますのでよろしくお願いします。ということで、こちらのウエストマリーさんなんですけれども、まだまだ新年会この1月末まで受け付けているということで、新年会プランもあるということなので、ぜひそちらも、ホームページでチェックをしてみてください。よろしくお願いします。あともう一つありました。明日ですが、献血あります、宜野湾市で。1月31日火曜日、宜野湾市の、宜野湾ベイサイド情報センターの方で、15時から17時の間、献血があります。ぜひご協力をよろしくお願いします。ということで以上 FM ギノワンからのお知らせでした。さあ今日のテーマは1億円あったらどうするっていうことでメールのテーマを設けまして、メッセージリクエストを募集しておりました。さあメールがたくさん届いておりますので紹介しましょう。まずこの方、チャラカッチャンさん、毎度メグタン、緑茶、麦茶、ウーロン茶、俺かっちゃん何のことサザンブリーズお聞きのリスナーの皆さん、こっちっす。メグタン串カツいる。じゃあテーマ行くな。もうどこまで行くのか。もう、どちらかってますが。さあテーマ、もし、1億円あったらどうする？え、1億円2本も出たって？俺、違うか。まだ見てないねん。もし俺やったらな、沖縄で別荘一軒建てて、好きな人と住みたいね。あと、パーソナリティさんとリスナーさんでどんちゃん騒ぎしたいですわ。以上だ。いいですね。沖縄で別荘建てましょう、それ。それやっちゃおう、やっちゃおう。絶対いいじゃないですか。
でね、みんなでね、どんちゃん騒ぎ楽しそう。沖縄で家建ててください。ぜひ、まだ見てないっていうことなので早急に見てください。もしかしたら1億じゃなくて3億5億当たってるかもしれないですよ。すぐ見てくださいね。そしてメグタン整いました。母の日とかけまして宝くじと解きます。その心は、どちらもバラも買うでしょう。メグタン何点？母の日にバラ買わないよ。カーネーションじゃないの。母の日にバラ買ったことないけど。マイナス5点。残念でした。チャラカッちゃんでした。さあ、続いて。沖縄コーヒービーフセンターさんから。お嬢様、お帰りなさいませ。と、執事に憧れるお年頃の私です。あら。お帰りなさいませ。執事いいですね。なってほしい。1億円あればお金を使いたい煩悩と衝動と戦いながら質素な生活をする修行のような日々になる。本当ですか？追伸、お酒なしのマジです。ありがとうございます。コンビニセンターさんね、使いたい煩悩と戦いながら、そのお金はどうするんですか？貯金するのか？だってこれは使わないってことですよね。貯金してどうするんだろう。その後を知りたい。でも執事に憧れるっていうことは、ちょっとお城を建てていただいてですね、実際に執事になってみるっていう使い方もありじゃないですか。ありがとうございます。そしてもう一つ来てました。シグナスさん、ありがとうございます。メグさん、こんにちは。さて、今日のテーマ、1億円あったら何に使う？なんですけど、半分は貯金して、残りは土地付き一戸建て住宅を購入に使いますかね。もしそれでも残ってたら 150cc の中型バイクを購入。それでは放送最後まで頑張ってください。ありがとうございます。やっぱり皆さん、お家ですよね。土地付き一戸建て。それがいいと思います。多分私もそうするかな。一戸建てのお家を建てて、そして、中型のバイクも買っちゃうということで。バイク好きの人はね、やっぱり新しいバイクにしたいですよね。とっても素敵。なんかね、1億円あったらどうするってすごい夢が膨らみますよね。皆さん、もし1億円当たってたら、私にこっそり教えてください。お願いします。ということで、今日もたくさんのメールメッセージありがとうございます。さあ、もうエンディングの時間が近づいてまいりました。今日はね、どんよりしたお天気なんですけれども、今日から1週間スタートということで、皆さん、お仕事頑張りましょう。さあ、この後16時からなんですが、16時からは SIR のエナジーチャージステーション、私が、ミキサーを担当している番組もありますので、ぜひ引き続きお聞きいただければと思います。それでは月曜日、サザンブリーズの担当は FM ギノワンスタッフの今西めぐみがお届けしました。それではまた来週お耳にかかりましょう。さようなら。